おはようございます、リコー TV です。本日の動画はこちら、ラッキークラフトのですねスーパーサミー198っていうことでですね、この巨大なペンシルベイト、サミーなんですけども、これでね、いい釣りができましたよ、こういった動画なので、まずはこちらをご覧ください。よっしゃ来たよん。いや、復古サイズ、ふい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 、よいしょー、サミー、はーい、サミー来ましたよ、198スーパーサミーね、ヘッドヘッド、夜っぽいカラーじゃないですか。じゃあね、どんどん狙っていきます。えい、このカションカションってね、うるさい音がね、ハイアピールしてくれてるみたいですよ。よいしょ、はい、出たよ、うー、大迫力、よいしょ、待ち、タモお願いしちゃおうかな。お、よっしゃー、いらっしゃー、いたねー、でかいね、いるよ。はーい、スーパーサビ198来ましたよ。ねえ、これはゴンブトでしょう。腹がね、太い。よーし、このね、鈴木釣りたかったんですよ。ルアーはね、スーパーサビ198のレッドヘッドカラー。いやー、夜にね、ガションガションになってね、これが効いてくれるんですよね。いやー、太い。やったね。イエーイ、スーパーサビーライトですよ。で、タックルはね、こんな感じでゴライアスに P ラインを入れて、天竜のベイブレイズ、この組み合わせでやってみております。よーし、じゃあね、サイズ測って逃がしてあげます。イエイ、はい、スーパーサビーフィッシュはダダダダダダ、72.3 ってところね。ただね、この腹ゴン太すぎでしょう。ありがとう、すごいいい引きでした。じゃあ逃がしてあげます。はい、というわけでね、帰ってきました。ですね、巨大なペンシルベイトっていうと、あのメガバスのメガドックとかがね、人気ですけども、このねスーパーサミー198、これがね最近ねがぜん効く状況っていうのが多くなってきて、それでちょっと動画にまとめてみたんですけども、このまあ大きなボディっていうのはもちろんなんですが、このね独特なね、サウンド、これがね夜のシーバス釣りにねめっちゃ効くなーっていうことでね、それでね、これじゃなきゃっていう状況がね増えてきたので、動画にまとめてみたんですけども、なんだろう、状況としては水面がちょっと風が当たって、シャバついている時ね、もともとそういう状況にいいんじゃないかなーなんて思ってね、昼間なんか使い出したんですけども、夜で水面がシャバついていて、ね、
なんだったら、あの水面直下をね、効果的に引くルアーが効くよなんていう状況、そういうところでトップウォーター入れたらどうなんだろうな、でハイアピールで存在感があって、で音で自分がここにいるよってアピールするルアーでね、いろいろ考えたの、このスーパーサミ198なんですよね。でもって、使ってみたところね、非常にね、魚がバイトしてくれるっていうところと、あとはね、水深が深めのところですね、水深が大体10メートルぐらいのところで、そこに餌が映っている、ね、これちょっと、なんだろう、沈んでるな、なんていう状況に、このガコガコ音をね、入れるとたまらずね、水面まで来てバイトしてくれるっていうね、そんな印象があったんですよね。で、ですね、あとは音でね、リズムが取れちゃうんですよね。で、あ、気持ちいい音だなーなんて聞いて誘っていると、下からたまらずドーンね。で、夜でね、遠くだとね、あんまり出たか出ないかとか、フッキングしたかとか見えないんで、竿先にね、魚の重さが乗ってからフッキングモーションに移るっていうね、そんな感じで使っていたところね、楽しい釣りができましたということで。はい。で、タックルなんですけどもね、今回はこんな感じ。ジーニアスプロジェクトのね、ゴライアスっていうですね、海でも使えるよっていうね、ベイトリールですね。これにですね、バリバスのナマズ PE のですね、5号。これを入れてね、で、竿はね、天竜のベイブレイズっていうことで、やってるんですけども、まあ、ビッグベイトとか投げるのにいいよっていうね、竿なんですが、これで、ガッコン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 鳴らしていたら、何本か釣れたよっていうことでね。で、あのね、タックルとしてはね、この竿がね、非常にね、よーく曲がってくれる竿なんですよね。グイーンと曲がって魚をね、いざかけたらね、バラしづらいね。でもね、バットの方でしっかりとね、あの結構太めのフックもフックセットに持ち込めるよっていうことでね、このベイブレイズの、まあ、ビッグベイトロットなんですけどね、を使ってサミ198なんかを投げるとね、非常にね、扱いやすいな。で、このセッティングだとね、ゴライアスも軽いので、非常にこう、なんだろう、手元重心でですね、楽ね、いつ出るかわからないね、トップウォーターね、ずっと投げ続けるんで、竿とかリールが重いとね、徐々にね、こう手首とかがやられてくるんですよね。疲れちゃって、でキャストが決まらなくなってきたりとかがあるんですけども、そこに関してはですね、このゴライアスがね、非常に170から180グラム前後だったかな、軽快な、軽いリールなので、でちょっとこういう太めのね、PE5 号とかもしっかりね、巻き込めるっていうことで、快適に使えております。で、ギア比のところはね、こういう感じで、8.1 っていうね、比較的ハイギアなモデルを使っているんですけども、海の場合だとね、潮紙に投げてこう流されながら、それでもアクションを入れていきたいなんていう時に、ハイギアじゃないとね、ラインスラックがうまくさばけないというか、取れないんですよね。このぐらいのね、ギア比のものであれば、しっかりとしたね、ラインスラックを作って、そんでね、気持ちいいドッグウォーク。あとは、魚がバイトした時に、比較的早く糸吹けを取ることによってね、しっかりとした、フッキングが決めれるっていうところで、なかなかお気に入りでね、最近。海の、なんだろう、ちょっと大きめのトップウォーターなんかを使うときは、結構ね、このセッティング。多く使っております。もちろんね、海用で使ってるんですけど、このままブラックバスなんかにもね、使えちゃうセッティングなんじゃないかななんていうことで、まあ、マグナムクランクの釣りであったり、あとはそうですね、ブラックバスのちょっとしたビッグベイトゲームであったり、そんな時もね、このセッティングはね、使っていこうかなっていう感じでね、組んでおります。まあ、何にしてもね、ゴライアスね、いよいよ登場してるはずなのでね、海で使えてなんかね、トラブル少なく快適に釣りがしたいよなんていう人は一つね、覚えておいても損はないし、リールなんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけでね、本日の釣りこう TV はこちら、ラッキークラフトのですね、超巨大ペンシルベイトスーパーサミ198、これでね、夜にいい釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。